感動した話を一つね。実はあの昨日、うん、昨日何曜日？昨日日曜日や。昨日の話や。もうなんかわけわからんのよね、早くて。そうですね。そう、昨日、はい、昨日、そうだ。昨日を個人コンサルって言って、はい、まあまあメイクアップの中でどういうふうにしてその方を、まあ、あの成功に導くか、はい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 、どうしたらもっと魅力的になるかいろいろ考えてて、あのまあご存知の方も多いと思うんですが、うんうんうん、あの大島純子ちゃんってね、あ、はい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 、ご存知ですか、はい、あの30おいくつかで32歳だった、うん、はい、あの、ね、ある日突然朝、はい、パッとグレーになったっていうね。そうですよね、あれはちょっともうあの、まあ、お話を本当は聞いてもらいたいんだけど、はい、そのね、全盲今まで見て全く全盲になってしまう。そうですね。でそこからね子供さんができて、うん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 、で不屈の精神という文字が心のスクリーンに降りたということで頑張ってこられて、はい、でその方もカリスマ講師養成クラブの、はい、あの渋谷さん の、はい、あのところで学ん で、はい、でそこで僕も出会ったわけですが、はい、まあ、そこからすごいご縁をいただいてましてね、はい、でまあ僕が、やってる元気の出る会とかも、はい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 、ゲストでね、ゲストでね、お話しいただいたりしてたんですが、はい、ここ最近もまたこうちょっと僕今東京でいろいろと活動してましたね、はい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 、そしたらヒデさんとちょっと相談があるんですと、はい、何ですかと。私は普通見えなかったらメイクって人にやってもらうもんやと思ってたんだけど、はい、舞台とか、はい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 、舞台メイク自分でやりたいんですって。おー、それを完結するためになんか挑戦してみたいので、はい、個人のレッスンでできませんかって言ってくれた。おー、まあそれね、そうやって、はい、その、まあ、またその様子もね、はいはいはい、後日僕動画撮ってるんで、はいはいはい、ご覧になっていただいたらいいと思うんですが、はいはいはい、あのそれも同情してほしいとかじゃないんですよ、うんうん、僕はその純子ちゃんの、はい、なんか生き様とか、はい、その姿を見て、はい、僕教えてる僕はねほんまに涙出てきたんですよ。あー、うん、チーンとします、うんうんうん、でまあちょっと面倒くさいわって言って皆さんすぐ何言っても書けるやん、はい、こうやって面倒、はい、くさいって言って書ける人多い、はい、ね、多い、はい、だけど彼女からすると、はい、全く見えないわけなんで、はいはい、書いてるタッチもどれぐらいの量で書いたらいいかとか、はい、どういう方向を書いてるかって想像つきます。でそれを僕も最初、うん、いやちょっとお断りしようかな、難しいかわからないと思ってたわけですよ。やっぱ不安もたくさんあった、はいはいはい、やる限りやりたいっていう、はい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 、で昨日1回目やったんですよ、はい、ものすごい手のわかりますか、手の感覚がやっぱあるから研ぎ澄まされて、うん、もうこう触ってて、ここのね、そうそう、ジムでそこのここ僕も目をつぶりながらやってね、はい、必ずね、ここに骨があるんですよ。はい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 、はい、メイクっていうのは立体的にするためにね、あの骨に合わすんですよっていう話をしてて、はいはい、で、前のね、行く方向はそうそうそう、ここねっていうね、はいはいはい、わかるかな、この眼球の上にこの骨、はい、骨あります、骨のエッジっていうこの深いところ入っていくところに行くとちょっと下なんで、はいはいはい、このエッジ5ミリ上ぐらいを沿わしてみてください。分かりにくかったら親指でまず山を決める、その山を決めるところからいかなかったらね、はい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 、自分のその目の真ん中ぐらいとかあるところでね、はいはい、で実際山決める、で山決めるところ大体に行けるんでね、この親指でね、はい、スッと下げてみてください。脇締めて、脇締めて、はい、何度かこれやってると眉尻のカーブのイメージつかめるんですね。あー、なるほどなるほど、つかめるでしょ。親指でこういうちょっとこう脇締めてね、はい、これね、ご覧の皆さん一回ちょっとやってみてください。はいはい、これなんで僕これやったかというとね、はい、老人ホーム回ってる時に、はい、手が震えて描けない方も多かったんですよ。はい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 、でそれだけど眉を描きたいということを、はいはいはい、まあ、言われたんで、はい、もう手でこうちょっと眉をね、パウダーつけて、はい、このやっと描けますよという話したことだったんです。ほう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 、なぜ眉が描きにくいかというと、はい、右利きで左も右もやろうとするから、うんうんうん、右は書きやすいけど左はひねるからやりにくい。はい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 、ありますあります。なんかそれをまずイメージとして両手で脇を締めて、はい、こういうふうに下げたら前尻に向かう方向がイメージできますよ。なるほど、っていうトレーニングをまず純子ちゃんにしたわけ。はい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 、あ、なるほどなるほど、そしたら行く方向は大体イメージつきます。はい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 、あとはその骨に向かって山からペンを持ってね、こうやって塗りつぶしていきましょう。で塗りつぶしたらそのままやったら分からへん、はい、間違ったらあれかな、ちょっとぼかしましょうって。はい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 、そしたら綺麗なナチュラルの眉をかけたんですよ。はあ、これ動画で僕のフェイスブックに載ってくれてるんやけど、はい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 、
だからもちろん今の失敗何回も言いましたけど、普通の方よりか、はい、すごく飲み込みが早くって、これジョコちゃんいけるわって、自分で完璧にしやれる、頑張ろうっていう話ができるところまでいった、はいはい、じゃあ本人もいや本当って思ったらしい、確信が出た。すごい。でヘルパーさんが迎えに来てくれて、はいはい、これジョコちゃん自分でやったんですよって、でヘルパーさんへえみたいな、はいはいはい、昨日ヒデさんと一緒に大島さんと撮ってたあの写真、あれ自分でやったんですよ。すごい。僕はもちろん口ではサポートしますよ、口ではサポートするけど、はい、ね、それはもっと、それは僕やったらもっとここはっきりするとかあるけど、まず第1回目の2時間のレッスンでここまでできたら、はい、もう100点満点よっていう話をして、そうですね、うん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 、でお互い別れたんです。だからやっぱりこう諦めるっていうのが一番やっぱまずくって、うん、何でもこういくつになってもチャレンジする心、うん、ここはね、うん、もうね大島純子ちゃんね見習わなあかんなと、いつもね、ご覧の皆さんに ね、 すごいね見てもらいたい。 Facebook の投稿でもすごいんですよね。なんかいつも朝見させてもらっても毎日ね、そう見ちゃった。あれ継続ほど、何でもそうですけど継続ほど一番難しいものはないですよ ね、 ね、うん、パッと始めるのは簡単ですけど、これをずっとずっと続けれる人って本当少なくって、それが大島さんずっとやってはるし、コメントを入れるとそれもすかさず絶対返してくださるし、すごいなと思って。で彼女が夢の中、自分の夢っていうことで、はい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 、目標、はい、ビジョン言ってましたけど、はい、あの紅白で歌いたいっていうね、うん、まあ、ちょっと今もそれもありますけど、うんうん、オリンピックあるじゃないですか、はい、そこでもなんか勝ちされたいって、パラリンオリンピックを、はい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 、やりたいっていうのを具体的に話されてる、はいはい、でそのために自分が今コツコツ準備して自分の顔を作ってるわけですよ。ね、初めてそれを皆さんに、あの大島純子のことをもし知らない方だったら、はいはいはい、一回検索してください。あの、はい、大きいで島はこう山辺の、はいはい、ね、山の島ですね。で純子ちゃんは潤うっていうね、はい、純子、大島純子、はい、ね、出ますんで、今歌シンガーソングライターね、はいはい、そうですね、歌われてますからね、ぜひ応援をしてあげてください、うん。